そのことがあってからその怯えたりとか、撃った人の車の色が黒で黒の車にビビってしまって、で親が帰ってきたりしても、もう以前までは逃げなかったのに、もう今ではもう普通に来て降りてきたりしたらもうすぐ逃げるって言った状況で、腹立たしかったです。許せないです。餌を使っておびき寄せ、エアガンで猫を撃つという卑劣な行為。飼い主は防犯カメラに映った黒い車のナンバープレートの番号などを届け出ていて、警察は動物愛護法違反の疑いで捜査しています。